どほどステーション。コロナと政治と報道と大衆と人権。リスナーの皆様、ご機嫌いかがでしょうか。日本会議唐津が提供しますほどほどステーションの時間です。この番組は世の中で起きているさまざまな出来事を毎回テーマを決めてゲストとともにほどほどに掘り下げていき、ほどほどに切り込んでいく真面目な報道解説バラエティです。進行は私 MJ こと森田です。それと、はい、いつものふんちゃんです。よろしくお願いいたします。そして本日のテーマはコロナと政治と報道と大衆と人権。よろしいでしょうか。コロナと政治と報道と大衆と人権です。本日のゲストはたけちゃんこと日本会議唐津支部長岩本先生です。よろしくお願いします。こんにちは、たけちゃんこと岩本です。たけちゃんは初回の、はい、初回以来の出演です。はい、よろしくお願いします。はい、今日はよろしくお願いします。まあ早速ですね、まあこのコロナと政治と報道と大衆と人権ということでですね、どこから切っていきましょうか ね、 これはまずはどうですかね。まあ一番最初の、まあ、コロナが始まった時、うん、まあ、武漢肺炎っていうふうなことで、まずはですね、我が国がその危機管理、結局水際が非常に甘かったんじゃなかろうかっていうふうに言われてますよね。その辺どういうふうに思われますでしょうか。やはり中国がきちっと初期対応、状況を公表しなかったのが一番問題だと思うんですよね。で、5月の21日にですね、WHO が、中国の初期対応の遅れっていうのがやはり一番問題だったって最終報告出してるんですね。でそれによってね、世界はそんなにひどい感染症じゃないんじゃないかって、なんかみんなこうちょっと様子見ようかなっていうような感覚あったんだと思いますよ。なるほどですね、まあ中国ではその後はなんかあんまり広がらなかった、まあ人種的なね、DNA の問題があるのかもしれませんけど、まあそういう感じでしたが、いずれにしてもその情報開示っていうのはね、非常に遅いですよね。何の分野もそうですけど、あそこはね。そうですね、そして我が国はどうですか、水際対策っていうことで、結局ね、あの時振り返れば、結局ですね、そういう経験もみんななくて、まあそうですけど、結局右往左往、確かにですね、ウイルスがどういうウイルス、どういう性格があって、潜伏期がどのくらいあって、どのくらいの強さで人に感染していくか、で感染経路もですね、飛沫感染なのか空気感染なのか、接触感染なのか、何もわからんかったわけですよ、だから全てがですね、対策が不十分、今から振り返って対策が不十分だったというのもちょっとかわいそうかな。なるほどですね、ただしかしながらあの時、まあ5月にですね、習近平の来日というのを控えてたじゃないですか。そうですよ ね、 ね、それ考えて、それを考えれば習近平が来日すると、でそのそれなのにここで、中国からの、来日を止めたら、それがに悪影響を及ぼすんじゃないかっていう、なんか変な気の回し方っていうのが、まあ我が国にあったんじゃないかなというふうに言われてますよね。それ絶対あったと思いますよね。それ、あれはね、ちょっとそれはひどかったですね。でその間に中国の春節があって、ドーって中国人が北海道の何ですか、雪祭りにしたじゃないですか、いやもう野党もね、つつくなら、ここつつけちゅうことですよね。そう、
本当本当。ノー、ね、ノーとはっきり。いやいや、ここつついたらさ、ね、あの多少なんかあのおたまにはいいこと言うやんみたいな感じになったのかもしれんけど。そこは絶対言いませんよね。ねなんででしょう。結局野党は目的とするところが違うから言わないんです。そうですね。うん、まあいずれにしても我が国自体がやっぱりそのなんていうかな情報収集能力っていうのはもう、うん、やはりスパイを抱えてないっていう部分も含めてやっぱ遅いですよね。遅いですね。うん、やはりあの時一番その中国に対する情報収集能力があったのはやっぱり台湾だったんですよね。そう、ああそうね、うん、スパッて止めたからね。あのその後今ちょっと台湾も少し増えてきたとか言ってますけど、うんうん、あの時やはりね、あの中国がどういう動きをするかっていうのが一番やっぱり気になってるのが台湾でしょうから、もうすぐあの止めましたね。やっぱりその辺はあの情報ですよね。そうですね、うんうんうん、そうだと思うね。はい、そしてまたこうほらなんていうの、ほらまあ今からの話で出てくるけど、ええ、試験私の権利ね、うん、試験を超えちゃいけないのうのって、うん、そういうことでまた水際対策とかなんなんになってるじゃないですか、ね、まあその辺は本当今でもそうですよね。今でもそうです。これもう1年以上過ぎた今でもそういう感じになってるっていうのはちょっと、うん、残念っていうか、うん、なんか緊急事態が緊急事態じゃないですよね、うん、まあそうですね、そういうことですよね。世界でガツッとしてあとはこうね穏やかになっていくじゃなくて、もうダラダラしたままこう、うん、なんかそんな感じが、多くの人がやっと気づいては来てみたいな感じです。そうですね、うん、だからその、 あの結果っていうのがその、まあ、憲法記念日に、世論調査したじゃないですか。そうそう、あれに現れた部分もあったんじゃないかなっていうような気はしますけどね、うんうん、そうよ、俺ねピートってしたよ。YouTube も映ってるからね。ようかな。うん、MJ これ言うてください。はい。まあ全ての世論調査で憲法改正必要っていうのが多数になりましたということですよね。うん、そうです、改正が必要っていうのが、まあ、NHK にしても、まあ、読売にしても朝日にしても、毎日産経共同通信。まあ、この辺も全部、増えてるんですよね。そして、うん、扶養っていう人が NHK じゃ 20%、 読売では 40%、 朝日新聞でも 44%、 毎日新聞では 31%、 産経新聞では 35%、 共同通信で 30%。 これ朝日新聞ね、あのとうとうこれ憲法改正が必要っていう人がまあ、1% 上回ったんですが、うん、改正が必要が45で、不必要が44で、うん、朝日の調査でも上回ったけど、まあ一回報道というか載せたぐらいであんまりもうそんな困んだったですね。どこのメディアももう出さない、ね、都合の悪いことはあんまり、いやいや、あらって思ったんやろね、うん、計算と違うって。ちょっとこれが気に NHK、うん、NHK はちょっとまあ世論調査の質問がの内容がもしかしたらちょっと違ったのかもしれませんけどね。まあこういうふうに、うん、みんなですねやっぱり日本の対応ちょっとやっぱりこれじゃいかんのやないかってやっぱり思ってきてるのは事実だと思いますよ。ええ、そうですね、うん、まあ、まあその辺はねちょっとこういう悪いことを悪い時にやはり何か気づかないかんということですよね。そうですね、うん、まあ、それと、どうですかね、まあ、今、まあ、インドでインド株、うん、まあ、非常にね、猛威を振るってるということですが、海外の法人に対しての、ことに関しては武田先生はどういうふうに思ってらっしゃいますかね。本当はね、うん、法人輸送で救出に行きたいよね、うん、ただなんかこの報道レベルなんですけど、インド在住というかインドにいる日本法人も、うん、その国内を移動するのが
怖いとかね、なんかそういうのもあるみたいですね、うん、なるほどね。どこどこ空港に集合とか、うん、どこどこの、に集合って言った時にそこまで行く途中が怖いとか、うん、あなんかねその辺もそのインドの真実がなかなか我が国に伝わってこんっていうのが、うん、ようわからんなと思ってですね、うん、日本もですね、まあでもうん、あのちょっと調べたいんやけども、ええ、あの何回か邦人救出にこう自衛隊が行っていただいてるんです、はい、でちょっと調べたこと言いますとですね、はい、1997年、うん、カンボジアで武力衝突が起き、うん、そこで、C-30 輸送機が、うん、救出に行ってます、邦人救出、ただあの現地が鎮静したために、実際の輸送はなかった、うん、で次が1998年、インドネシアで同じ暴動があって救出に行ったけど暴動が収まって、うん、実行はなかった、はい、で次が皆さん知ってると思うけど2003年、サマワってありましたでしょ、イラクに派遣されてサマワで、宿営地に砲撃弾が撃ち込まれて、うん、その時に、武力勢力に3人が報道陣が拉致されて、うん、でそれで残りの人たちを救出に日本は行ってるんです、うん、で最後の一つが2013年にアルジェリアっていうところで石油プラントが攻撃された時に10人ぐらい殺されて、で残りの7名の生存者をこれも救出に行ってる、だから救出にはね行くは行ってるんです、うん、でもこうみんなの記憶にあんまり残ってないよね、うん、せっかく救出行ってくれてるの、うん、そうですよね、うん、だから今度のインドの場合も救出に行けない理由とかをちょっと言ってくれればね、行きたいんやけどちょっとこういうことで今んとこは、うん、そうですよね、うん、じゃないとなんかちょっと国民が、うん、国民がジレンマが あるような感じですよねそう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 、うん、まああと特別機とか自衛隊機で、うん、やはりね、行かない行かんとでしょうけど ね、うん、でただね、うん、じゃあ自衛隊に頼んで救出してもらおうとか、うん、で今度のワクチンの時もそうじゃないですか、看護師が足らんから自衛隊の看護師を出してもらおうとか、なんか困った時は本当自衛隊様々自衛隊自衛隊って言うけど、でも彼らはですね身分保障されてないんですよ憲法で、これはもうおかしい話と思います ね、 あそうですね、便利屋さんですよ、でもね、うん、それが一番いかんですよね、なんか身分の保障と、うん、やはりそのまあはっきり言うたら給与の問題もあるんですよね、まあ、その辺をねやっぱりきっちりやっぱりやっていかないと我が国その結局引いては我々の、生命財産っていうのがですね、なりますからね、はい、うん、まあそういうことで、うん、まあ、前半にですね結構喋りすぎたかなっていうふうな感じがしますが、ね、ここからは、谷口隊長の憲法ドガンドガンのコーナーに行きましょう。はい、こんにちは、谷口です。これまで現憲法の問題点等について総括的な話をしてきました。そこで今度は今週と来週の2回にわたって現憲法のどの部分がどうおかしいのかについての具体的なお話をしていきます。とは言ってもここから先は誰がどういった目でこの憲法を見るかによって随分変わってきますので、ここでは改正が必要と考える人たちの多くが共通して指摘する不具合箇所を4箇所に絞ってご紹介します。1件目は憲法の前文、つまり憲法本文に入る前の前座の部分です。そこには何と書かれているか。平和を愛する諸国民の
公正と審議に信頼して我々の安全と生存を保持しようと決意したと書かれています。え？というような内容ですよね。外国人を信用して我々の安全と生存を彼らに委ねる決心をしたと言っているわけです。国の憲法の書き出しに鼻から敗北主義というか主権放棄のようなことが書いてある。安全と生存を外国人に委ねますなんて突然何を言い出すというか、お前朝っぱらから酔っ払ってるのかというようなことですよね。そんなことがこの憲法の前文に書いてあるわけです。しかし考えてもみてください。大体我が国の周辺を見渡して平和を愛する諸国民が一体どこにいるのか、そしてなんで国にとって一番大事な安全と生存を外国人に委ねてしまわないといけないのか、もう正気で考えれば許容できないことがこの前文にしれっと書いてある。まずここが具体的におかしなところの一点目です。まあこういう前文をいつまでも放っておくから舐められるんですね。また二重国籍とか国籍不明の議員の先生なんかが国会の中で大活躍されるんですね。なおこの箇所では細かい点になりますが、日本語としての助詞の誤りも指摘されていますよね。これは正しい日本語であれば諸国民の公正と審議を信頼してと書かれるべきところ、公正と審議に信頼してと書かれている。つまり O が2と間違って書かれている。単純な日本語の助詞の誤りですが、これはマッカーサーが作った憲法原文を英文から和文に直すとき間違って翻訳され、時間がなかったのでそれがそのまま残った、つまり十分な審査もなされなかった、その証と言われている箇所です。数年前でしたっけ、石原慎太郎さんが自主憲法制定の一律化としてまずこの助詞の使い方だけでも改めましょうと提案されましたね。覚えていらっしゃる方もあると思いますが、それさえも護憲派と呼ばれる先生たちが噛みついていましたね。腹立つので次に行きましょう。現憲法のおかしな点の二つ目は、緊急事態条項がないということです。これは二回目の放送でもお話ししました。どの国も他国からの侵略や大震災のように自国民の命を脅かす緊急事態があった時には、政府が超法規的な措置を取って果断に対処する旨が憲法に記載されています。いわゆる緊急事態条項です。法治国家であれば、平素法律の規定により国は動きますが、その通りにやっていては間に合わない緊急事態の場合には、政府の指示が法律の規定に優先する旨を、どの国も法の中の法である憲法でちゃんと規定してあるわけです。ですが、日本国憲法にだけはそれがありません。これを書かなければ、法律の最上位に位置する憲法を作る意味がない、と言えるくらいの不備になります。これまでそのような緊急事態に際して日本政府の対応がいつも遅れる、時期を失すると言われるのはまさにこれが原因であり、この不備は急ぎ是正する必要があります。現憲法のおかしな点はまだまだあります。しかしいつもいいところで時間が来る。続きは次の放送でお話しします。また聞いてください。最後に今日の一発。現憲法、シラフじゃ読めないこの凄さ、谷口でした。はい、憲法ドガンドガンのコーナーいかがだったでしょうか。それではですね、後半入っていきたいと思います。まあもうオリンピックが、そうですよ、もう目の前に来てるわけなんですが、まあ今、まあオリンピックの開催の是非っていうのがですね、いろいろと言ってる人がいますが、これに関してはちょっと竹ちゃんとしてどういうふうに思います？開催せないかんさね、俺はそう思いますよ。そして日本の素晴らしさをそこで出さないと、世界に対して、で世界の人のこのウイルス戦争の中でこう落ち込んでる世界、落ち込んでる状態にですね、やっぱりなんかこう
光を出さないと、うん、日本が突破口になるっていうぐらいの気概でね、僕はやるべきだと思ってますけど、うんうん、それによって感染拡大があるわけではないっていう感じですよね。全部なんか選手団とかワクチンを打ってから来るとかも聞いてますけど、うん、ええ、だからあと僕もう少しですね、選手団ワクチン打ってきます、空港に着いたらどういうふうにゾーニングをしてどういうふうに動かします、うん、でどういう形で輸送をしてどういう形で缶詰にしますとかね、うん、選手村に缶詰、ええ、もうちょっとこう具体的に言えばいいんじゃないかなと思うんですけどね、まあ、その辺まあ言いませんね、うん、やっぱ邪魔される件かな、いや、そうなんだ、磯の日が何をしてもほら、イチャモンつけて、じゃあ、うん、そういうとはなんで国民よりかそっちが先かって言われちゃう、うん、まあ、そういうふうにまた先導する、まあ、開催国ですからね、うん、開催国としての責任っていうのが我が国にはあるっていうのも国民としてやっぱり思うとかないかん部分はあるので、まあ感染対策をやって万全の体制で開催するっていうのが一番いい形ですよね、うんうん、メディアもですよ、ええ、何か言えばもう中止の方向の論調で話すじゃないですか、うんうん、じゃなくてみんな頑張ろうってみんな協力しろよとか、うん、コメンテーターだって誰一人言わない、うん、若いやつが夜中こう出歩いてる、お前たち頑張ってオリンピックをやろうっていうようなさ、そういうメッセージを出すやつ誰もいないじゃないですか。コメンテーターはまあ非常に無責任ですよね。無責任です。ただまあ、今メディアがっていう話だったですけど、オリンピックに関してはいわゆる新聞各社は、大スポンサーだから社の会社としてはその反対的なことは言いませんよね。まあテレビ報道もそうと思うんですよ。局アナがその後ろ向きな発言というのは少ないんですが、やはり言いたい放題のコメンテーターに、まあ、そういうことを言わせてしまってるっていう感じはやっぱありますよね。うん、そうですよね、ええ、誰一人ね、うん、オリンピックやろうやみんな、うん、みんな協力しようよとかいうやつがいないっていうのが寂しいですね。そうですね、うん、みんな後ろ向きというかもうコチーンってコチーンってなるなっちゅう話だね、うん、そうそうそう、ね、選手に対してもいろいろね圧力かける人もいるし、ね、うん、ね、おかしい話で ね、 ですね、おかしい話、うん、まあ本当万全な体制で開かれるっていうのが本当に一番喜ばしい形ですよね、うん、そうですよ。で我が国今どうですかね、やはり今回のコロナでもよくコロナ騒動で、まあ、よく分かった部分は個人の権利がかなりやっぱり先行してしまってますね。そうです、うん、もう全部基本的人権っていうところで、うん、もう行くじゃないですか、うん、ね、それはもう緊急事態条項がないからですよね、うん、まあ、ただ人権っていうのは本当は公共の利益のもとではある一定は制限されるっていうのが本当なんですけどね。そうです、まあ、そういうふうになってるはずなんですよね、憲法でも。しかしながらやっぱ前に出過ぎてる感はやっぱり強いかなっていうふうに思いますね、うん、私が人が多かった、うん、多いね、うん、何でもだもんね、うん、外国人にも試験ね、私の権利がね、うん、やっぱり享受されるらしい。あ、うん、まあね、その外国人の権利っていうのはそのまあ守られるべきところは守らないかんとですけど、うん、そのまあここはどこかっていう部分もありますからね。帰ってて、うん、まあ本当まああまりにも権利が進みすぎたら本当本来ならば守れるべき国民さえも守れないようになってしまうっていうのは絶対そうですよね。日本人よりも
ちょっとね、在日系の人たちを守っとる部分も結構あるじゃないですか。うん、まあその辺もね、きっちりやっぱり見直していかないかん時に来たんじゃないかなという気はしますけどね。うん、だから最近もね、本当ほら、国はあの時ロックダウンしとけばよかったんだとか、あの時だ、そういうのできないんですよね。その知見を越しての、そのなんていうの、制限っていうのがね。うん、まあだからこそっていう部分もね、うん、ありますけどね。これからどう考えていくのかっていうのはね。そうですね。まああとはその我が国、そのまあ今権利の話ばっかり出たんですが、やっぱ義務がねなかなかね、その薄らいでしまったんじゃないかなっていうふうに思いますけどね。はい、であとまあ国家の危機意識、まあ、緊急事態の対応能力っていうのがやっぱり非常に低いなっていうふうに。なんか本当だよね。なんかこう危機が来た時何の対応もできんじゃなかろうかって、うん、ちょっと心配する。まあそういうことよね。コロナでもう分かったよね。うん、あの時の何ですか、映画だったよ、シン・ゴジラって。結局何も日本政府は法律の壁で決められなかったというのと一緒で、まあ、ね、あとですよ、まあ、緊急事態の時の対応っていうのを、まあ、今後やっぱりしっかり考えていかないかんところでしょう。はい、はっきり非常に大事です。うん、まあ法整備っていうのも大切ですし、まあひいてはやっぱ憲法改正っていうのをしっかりやっていかないかんっていうことなんですよね。でやっぱり緊急事態条項、やっぱこれに関してももう少し掘り下げて、まあいろんな緊急事態っていうのが世の中あると思うんですよね。でそういう部分で、これ緊急事態ってこれ一つじゃないですよと、まあ、今回のようなやっぱパンデミックっていうのが今までまあ我々もそうだけど起こるとは思ってなかったことが起こってしまったわけじゃないですか。そういう部分に関しては緊急事態条項っていうのの少し幅を広げて、まあいろんな対応のやり方っていう部分で法整備をやっぱやってほしいし、まあ、そういうことをね、議論してる国会っていうのを見てみたいですね。いやでもそうやん。いやそれみんな思ってると思う。ね、そこでさ議論をさもう叩き、ね、ぶつけ合ってさ、うん、熱いなんか国会を見てみたいなと思うよね。見てみたいね。うん、なんかどうでもいいような週刊誌ネタだけだもんね。そうね、聞こえてくる。うちに町内会の方がよっぽどよかった。野党も政権狙うならそのところでね、議論をしないとさ、誰でも聞いていかないよ。いやそんな感じと思いますけどね。うん、まあ今日はね、竹ちゃんをお迎えして。本当我が国のいわゆる危機管理とかですね、緊急から緊急事態条項まで、お話をいただきましたが、もうそろそろお別れの時間が近づいてます。今日のテーマ、コロナと政治、報道と大衆と人権。まあまあまとめることができたのかな、できなかったのかな、これはリスナーの皆さんに託したいと思います。本日のほどほどステーションいかがでしたでしょうか。今後もこのような種々の問題をほどほどに切り込んでいきます。皆さんも一日ほどほどにお過ごしください。さようなら。どうもありがとうございました。ありがとうございます。